一生懸命に努力や勉強しているのに結果が出ない人の理由と解決方法は、こちらのお話をお聞かせください。これはね、努力の選択、はい、選択ってね、2個ある。1つはセレクトね、選ぶ。あ、選ぶ。1個、はい、あのウォッシュ、洗濯機の選択。いや、まずね、選択するの、まず選ぶ、はい、次にそれを洗う。これができないと努力する意味がない。うちの息子がね、それこそ洗濯したのよ。したら洗濯物が全部猫のおしっこくせんだよ猫のおしっこが入ってるシーツを一緒に洗ってるわけ。この洗濯が下手くそなのと同じで、努力も選択が大事なの。ブリ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 文句言ってるやつに限って、まず努力を選んでない。そして選んだ努力をブラッシュアップ、洗練化してない、うん、でそういうやつに限って、こんなに一生懸命やってるのに報われないと。でね、これもね、あの Facebook の私の投稿にね、あの書いてあるから、まあその人が見ちゃうとなんか怒られちゃうかもしれないけど、はい、こんなに一生懸命病院に通ってるのに未だに治らないって言ってる、はい、それも何ですか、私が悪いんですかって言うけど、それも私が悪い。治らない病院に10年も通ってるのおかしくない？そうですね、おかしいでしょ、はい、俺らもさ、ラーメン屋行くとすんじゃん。このラーメン屋によ、10年通ってんだよ。毎回まずいんだよ。いつになったらうまくなるんだよってさ。いつまで経ってもそのラーメン屋うまくなるんだよ。だからそこでラーメン屋を変えるんだよ。はい、探さないとね。まず変えなきゃだよ、はい。何回来てもまずいんだよ。まずい。だからそれまず、だから努力を選択してない。はい、で、仮にだよ。仮に今度美味しいラーメン屋さん来たら、ったら、これもっと美味しくしようとするんだったらどうするかってさ。大将さ、めちゃくちゃうまいよ、これ。ほんと大好きなんだけど、俺さ、もうちょっとさ、辛い方が好きなんだよね。うん、だどうってさ、お客さんちょっとチャレンジしてみましょうか。うん、俺やってみますよ。とかつって、はい、それでいろんな辛みね、唐辛子とかだけじゃなくてさ、低わさび使うとかさ、今度やってみてさ、どうこれって言ったら、すごいよこれ、最高だよこれ、これなんかできんじゃないの、俺こんなうまいラーメンって初めてだよ、うん、それがだから選んでブラッシュアップした、はい、でそうすると次からそのラーメン屋に行くと、努力しなくても次へうまいのが出てくる。俺10年間このまずいラーメン屋に来てるのに、 まだうまくなんないんだよね、っていうのが病気とかでもそうだ。もう10年間通ってるのに治らないって、もう治んないわけ。まあ今日は実はね、ちょっとこれも言っちゃうとあれなんですけど、ものすごく世界的に有名なあるドクターが来たのよ。この人は元 NASA の宇宙飛行士。これじゃ言えないんだよ。その人がね、土曜日かな、電話かかってきてさ、留守番電話に入ってたの。ある歯医者行ったんだけど、何の説明もなくてさ、痛いだけでさ、その後セットしたのに、翌日に外れた、素人目に外れたの中に虫歯が残ってて、はい、こんなことあるんですかって、はい、あるわけない。で、ブリ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 怒ってんだよ。だから努力の選択を間違えてる。はい、私もね、まあちょっと15、6年ぐらいご縁があって、最近なかったんで、はい、すぐ来たいって。彼はなんか努力の選択をしたわけよ。セレクションしたわけ、はい、それで来たので、来て、それで最初ね、予約がいっぱいだから、はい、診療時間が終わってからじゃないと見れない、それでもいいですかって言ったらさ、やっぱさすがなんですよ、午後の予定を全部開けましたと。吉野先生のとこ行くために全ての患者さんの予約を断りました。俺はさ、なんとかしなきゃいけないでしょ、はい、俺だってこっちも予約制でやってんだか分かるからさ、はい、よし分かったと。なんとか30分だけ切り上げるって、30分切り上げた。それで何でもできる体制にしたらさ、本当に前のやつがただバカな歯医者だっただけのやつもねで大したことなかったから、いやこれちゃんとお時間取らせていただいて、顕微鏡で治療して撮影しながら説明しますよ、はい、だからすごい喜んだ。お互いにブラッシュアップしたから、でそういう風にすると高め合ったら切るわけ。ブリ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 ってやつっていうのは努力の仕方が間違えてる。だからね、そうするとそのね、先生はまず扉を叩いたわけ、はい、なんとかしてくれっつって。で自分がブラッシュアップするために自分の何かを犠牲にしたわけよ。でそうすると彼は運が良くなる。そうすると俺もそのために何とかするってなるわけよ。ずーっとやってんのにいつになったら治るんですかってないわけよ。こうですよね、はい、例えば私が政治家のね、知り合いが多かったんだけどさ、よくあるのはね、マンホールがなんかちゃんと蓋がされてないとか、はい、電信柱が傾いてるとかさ、はい、でそういうの苦情が政治家のとこ来るんだって、うん、そのある政治家の先生が言ったんだけど、10年間見てるのに全然電信柱が傾いてるのなんだっけ、あれどうなってるんですかって言ったら、お前がだから10年間見学してるからいけないんだよそうでしょ、いつだったら治るんだって、電信柱生き物じゃないんだから、うん、もうとか戻んないだろだから一生懸命に努力が勉強してるのに結果が出ない人の理由は、努力のセレクションと努力のブラッシュアップをしてない。それで一生懸命っていう言葉っていうのは、皆さんね、言っとくけど一生使わないでください。一生懸命の語源って知ってる？